はようございます、こんにちは、こんばんは、パクチーです。よろしくお願いします。今日は何をやるかっていうと、あの場所は今っていうタイトルで、ちょっとね、昔、バージョン1とか2の時に、レベル上げで、まあだいぶ賑わったところにね、ちょっと行ってみようかなと思います。まあ多分ね、もう最近始めた人はわからないと思うんですけど、結構ね、昔って今と違ってメタルキングで上げたとかメタル迷宮で上げたとかっていうのはなかったんですよ。当時バージョン1とか2の時は、まあひたすらモンスターを買って上げてるっていう、まあ別にね、そう、昔からやってるから偉いとかそういうわけじゃなくて、まあこういうこともあったんだよっていうのをね、なんかこう、まあ後々こう伝えていきたいなみたいなのの第1弾ということで、レベル上げしてた場所をね、ちょっと何箇所か回りたいと思いますので、よろしくお願いします。はい。で、レベル上げに欠かせないものが一つだけあって、ちょっとこちら、ラッカランのメダル交換所に来ました。当時ね、レベル上げで使ってたものがあって、こちらの、ちょっと待ってね、装備品のこのひらめきの指輪っていうのがね、当時ほぼ必須でした。これをつけて、まあ、酒場に預けとくと、まあ、借りられるとかね、そういうのがあったので、結構ね、みんな頑張ってね、当時は、小さなメダルを集めて、ひらめきの指輪をね、ゲットしに行ってました。はい。はい。それではね、まずは最初、オルフェア地方西にいるトンブレロから紹介していきたいと思います。はい。当時ね、多分ね、レベル30か40ぐらいの時に、このオルフェア地方西のトンブレロっていうのが結構流行ってたんだよね。で、何が流行ってたかっていうと、これ一応ね、当時の装備をちょっと再現してみました。確かこんな感じだった、まあ、プラチナ黒42の装備でフェンサーマット、フェンサーハットとフェンサーマント、あとはなんかこういう感じで、で、おしゃれなんてなかったんで、もうそのままね、こういう感じで着る感じです。で、もうこのね、バトルチョーカー持ってたりするとね、もう本当にね、もうこの人強いんだみたいなイメージが、まあ私はありました。わかんないけどね。で、ひらめきの指輪は、これ戦闘勝利時に MP が1から3回復するんだよね。そう。で、これの上位がソーサーリーリングっていうのがあって、これも持ってる人は結構強いんだって思ってた。でも最初の頃はなかったからね。これも、はい、戦闘勝利時 MP が3から5回復するんだよね。そう。で、これで預けとくと結構、こう借りられるっていうのが当時ありました。まあ、爪タイガー、では武闘家か盗賊。まあ、それをね、平田って呼んでたんですけど、平田ね、ひらめきタイガー略して平田って呼ばれてました。そうするとね、結構借りられるんですよ。まあ、今だいぶみんなここでレベル上げなんかしないんで、だいぶ湧いてますね。まあ、実際にじゃあ当たってみましょう。まあ、今はもう楽勝ですね。当時は1匹か2匹出てきたんだよね。で、こいつが結構経験値美味しかったんですよ。で、それをね、3、4人ぐらいで、買ってました。元気玉を使ってね。それでは、じゃあ次の場所に行ってみましょう。次はね、この、神春むい、両北にいるね。こちら、ピンクモーモンっていうのがね、だいぶ流行ったんですよ。ピンクモーモンね。これ結構経験値美味しいし、確かね、2、3匹出たはずなんですよね。まあ、ここは、トンブレロの後ぐらいに結構流行りました。ここは。で、まあ、今はいないけど、人がね、当時はもうここ人いっぱいいたから、本当にどのサーバー行っても。で、結構ね、このこいつを狩ろうとするとね、あいつらにね当たっちゃうんですよ、大体。じゃあちょっと一回当たってみましょう。あ、1匹しか出ない。大体ね、1匹から2匹だっけ、忘れちゃったけど、2、3匹出た記憶もあるけど、そう、こいつをねだいぶ狩ってました、当時は。で、それもひらめきタイガー、大体ひらめきタイガーかな。これはね、だいぶお世話になりましたね、ピンクモーモンは。はい。まあ最後じゃあ行ってみますか。最後ね。最後は結構みんな知ってると思うんだけど、まあ最後のとこ行ってみたいと思います。最後はね、このキュララナ海岸っていうところに来てみました。まあ当時ね、奥の方にいるタコメットがだいぶ流行ってて、こいつがね、タコメットプラスあの変なね、サマーウルフみたいのが出てくるんだよね。で、結構ね、タイガーとかで一発で仕留められるからだいぶ美味しかったんですよ。じゃあ実際に当たってみましょう。これもね、結構みんなで元気玉持ち寄ってね、やったりしましたね。あ、3匹出ましたね。で、当時これを、タイガークローで
はい、仕留めてました。こういう感じでね、本当はねサポートもいるんで、サポートがねあとは倒してくれるんですけど、で1体だけまあホイミ使えるやつとかね入れてました。まあ当時ね、あのホイミタンクみたいなこと言われてたんだよな、ホイミタンク。そう、まあ、1人いるとだいぶ違うんでね。で今回ね、あのドルボート使ってないんですよ。これ理由があって、当時ドルボートってなかったんで、ひたすらこうやって歩いてモンスターに当たってたんだよね。そう、結構ね、まあ、当時は大変だったと思います。まあ今もね、逆に言ったらね、まあ、今もの方が面白いっちゃ面白い当時も面白かったけど、常にこうなんつうの、新しいことが生まれるドラクエ10っていうのはやっぱすごいね、未だに遊べるってことはやっぱ面白くね、スクエニさんがやってくれてるんで、ありがたいことだと思います。はい、まあレベル上げもだいぶ楽になりましたけど、まあこういうこともあったんだよっていうね、まあ記録として残していきたいなみたいな感じでございます。何偉そうに言ってんだよとか思うかもしれないけど、こういうのあったんですよ。懐かしいなと思いながら、たまにね、あの生放送とかでもねお話しすることありますけど、まあ今後なんか懐かしいのをまた思い出したらね、こういう風な感じで動画作りたいと思います。それでは本日はご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。もしよかったらね、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではパクチーでした。バイバイ、どうもありがとう。おはようございます、こんにちは、こんばんは、パクチーです、よろしくお願いします。ね、今日何やるかっていうと、今日あの頃は今っていうね題材でちょっとやろうかなと。あの頃は今っておかしいか